おはようございます。12月22日水曜日の朝です。今日は冬至です。1年の中で一番昼間が短いと言われていますね。まあ徐々にこれから日が長くなっていくんだなと思うと、何かスタートの日という感じがします。このところ背骨三兄弟の動きをやっていますが、皆さん背骨少しイメージできるようになってきたでしょうか。今日もちょっと体勢を変えて背骨の動きやっていきたいと思います。では床に体を預けてください。床に体を預けてください。今こうやって床に体を預けているときに、ご自分の背骨に気持ちを向けてください。床の上でどう背骨は横たわっているでしょうか。どこが床に一番近くて、どこが一番床から離れていますか。頭を左右に傾けてください。この動きによって床の上の背骨には何か動きがあるんでしょうか、ないんでしょうか。適当なところでその動きをやめてください。両膝を立ててください。両手は組んで頭の下に入れてください。膝と膝は少し間を空けて楽な体勢をとってください。ゆっくり優しく肘と肘がお互いに近づいていったり戻ったりしてください。この時にこの肘と肘を一生懸命つけようとか、ぐっと力を入れたりせずに、楽な範囲でゆっくりと肘と肘が近づいていったり、ゆっくり戻してください。この時にできるだけ力を使っている感じにならないように、優しく優しくそっとこの動きを繰り返してください。何回かこの動きをやると体の他の部分に気持ちを向ける余裕ができるでしょうか。この動きで背中では何が起きているでしょう。肩甲骨と肩甲骨の感じ、肩甲骨と肩甲骨の間には背骨があります。その背骨と肩甲骨の距離には何か変化があるのでしょうか。肩甲骨と肩甲骨の間の背骨が床に近づいたり、床から少し軽くなったりという動きはありますか。一旦この動きをやめて、今度は肘と肘が床に
近づいたり力を抜いて元の位置に戻ったりという動きをしてください。肘と肘がお互いに離れていって床に近づいたり戻ったりです。この時に床につけようと頑張ることはしないでください。少しでも床に近づけばそれで十分です。この動きを何度か繰り返してください。この時に肩が痛かったりどこかが強く引っ張られている感じがあったらそれはちょっと動きすぎかもしれません。楽な範囲で肘と肘が離れたり戻ったり、この動きを繰り返すことによって背中の動きちょっと観察してみてください。肩甲骨と肩甲骨との間の背骨の距離は肘が離れていくことによって近づいていくんでしょうか、離れていくんでしょうか、それともその距離は変わらないんでしょうか、どうでしょう。そして体の他の部分、例えばあばらや骨盤あたりにも何か動きがありそうですか。大きく動こうとせず楽に動いてください。では一旦ゆっくり手をほどいて両手両足を伸ばしてください。床の上の体を観察してください。肩甲骨と背骨の距離や背骨の床との関係はどうでしょうか。もう一度両膝を立てて指を組んで頭の下に入れてください。今度は両足、足の裏で床を押したり力を抜いたりという動きをしてください。両足で床を押すと骨盤には何が起きるでしょうか。そしてこの尾底骨、背骨の一番下ですね、尾底骨から始まっている背骨には何か動きがありそうですか。両足の裏で床を踏んだり戻ったり、優しく優しくそっとそっとやってください。床の上の肩甲骨には何か動きがありそうですか。このウエストライン、床から浮いているウエストラインあたりには何か動きがあるでしょうか。背骨が床に近づいたりまた戻ったりという動きはありますか。ゆっくり優しく床の上の背骨の動きを観察してください。今度は両足の裏を床からそっと浮かしてください。そしてゆっくりと床に戻します。本当にそっとそっと床から
そうですね、1センチ、2センチくらい浮かすくらいでいいんですけれども、そうすると背中には何が起きるでしょう。このそっと持ち上げてゆっくり床に戻すときに、体がいろんなところが元に戻ろうとすると思うんですけれども、その動きを観察した方が分かりやすいかもしれません。ではこれを交互にやってください。両足の裏で床を踏んだり、足の裏を少し床から浮かせたり、背骨に何が起きているのか観察しながら、ゆっくりこの動きをやってみてください。では一旦両手両足を伸ばして休んでください。床の上の体を観察してください。もう一度両膝を立てて、両手を組んで頭の下に置いてください。で、肘と足の裏の動きを組み合わせてみます。肘と肘が近づくとき、足の裏を床から少し浮かせてください。肘と肘が離れていくときに、肘と肘が離れていくときに足の裏を浮かせてください。肘と肘が近づくとき、足の裏で床を踏んでください。そうすると背骨には何が起きているでしょう。足の裏で床を踏んで、肘と肘が近づいていくときに背骨が丸まっていきますか。そしてゆっくり肘と肘が離れていって、足の裏が床から少しですね、浮くときに背骨は少し反っていきますか。これを行ったり来たり、無理のないところでゆっくりやってください。背骨が丸まったり反ったり、楽に では動きをやめて、両手両足を床に預けてください。床の上の体を観察してください。背骨は床の上でどう横たわっているでしょうか。どこが一番強く床に近づいていて、どこが一番床から離れていますか。最初と比べて何か変化があったでしょうか。では頭を左右に傾けてください。この動きで背骨は何か動きがあるでしょうか。はい、ではゆっくり動きをやめていって、
起き上がってください。はい、今日の背骨くんの動きはいかがでしたでしょうか。でも動かそうとすると無理が来てしまいますので、なんとなく動いてるかな、どうかなと気持ちを向けるだけで少しすっきり動いてくるかもしれません。では当時の一日、健やかにお過ごしください。いらっしゃい。